みんな席につけよ。はい、奥のお前、奥のお前、ちゃんと座れ。わかったか。はい、お前だ、お前。あー、オッケーオッケーオッケー。はい、みんな静かにしろよ。今日はお知らせが3つあります。はい、それでは先生お願いします。はい、先生ありがとうございます。ありがとうございます。みんな注目。注目。あ、ちょっと、あ、蜂入ってきてる。あー、蜂入ってきてる。すみません、入ってきてる。まずは調理しよう。お前ら騒がしいぞ。落ち着いて。女子そんな椅子を引っ張んなくても大丈夫だから。ちまかせな。ブランケットにくるまんなくて大丈夫。女子。はい、はい、出ていきました。落ち着いて。はい、オッケー。よかった。はい、出ていきました。はい、みんな注目です。はい、注目です。スマホやめろよ、お前。はい、というわけでですね。はい。私がお知らせをお伝えしに来ました。まず一つ目のお知らせは、はい、こちら。6月30日にピーナッツくんファーストアルバムリリース決定。すごい、先生おめでとうございます。音楽活動もされてたんですね。あ、先生頑張っちゃった。タイトルはフォールスメモリーシンドローム。おー、そしてですね、本邦初公開トラックリストを発表します。素晴らしい。でん、おー、何やらやっぱ可愛い世界観なんですかね。5歳児ということもあって、はい、全11曲収録のアルバム、ボリューミー、ありがとうございます。まあね、先生いつも言うてますが、お前は腐ったみかんなんかやんない言うとりますね。そうですね、先生の名言、やっぱりお前は腐ったみかんやない、それですよね。人という字は人と人との支え合いあ、支え合いですよね。そうです。はい、6月30日フォールスメモリーシンドローム、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。このね、ピーナッツ先生かなり頑張ってらっしゃったんで、今ふざけておられますが本気のアルバムとなっておりますので、どうぞよろしくお願いします。先生、はい、何なの先生、このアルバム、なんと私も少々歌わせていただいております。失礼ながら。はっ、そうでした。先生にもお世話になりました。いや、すみませんね、その説ありがとうございました。ええ、こちらこそ。それでは2つ目のお知らせです。はい、7月2日ナッツの日はなんとピーナッツくんのお誕生日です。はい、ということでピーナッツくんチャンネルでお誕生日生放送があります。イエーイ。時間は9時からとなりますので、皆さんぜひぜひ開けておいてください。みんな寄せ書きとかあんまそんなの困っちゃうからな、先生。それでは3つ目のお知らせです。はい、みんなこの間一緒に社会見学行ったよね。ああ、社会見学な、行きましたね。 3D プリンターを見るという社会見学に行ったと思うんですけど、あれな、あそこでね、ピーナッツ先生とポンポコ先生が 3D プリンターでフィギュアになったと思うんですけど、はい、あのホタルコーポレーションさんからなんと直接お声掛けをいただきまして、おあれの超ミニマムバージョンを発売させていただくことになりました。なんとこちら自立式です。へ、すごい、すごい小さいです。我々アクリルスタンドとか出してなかったからな。そうなんですよ、初めてこういう立体なものを出させていただくということでね。はやま、いやー、すごくありがたいお話で、ホタルコーポレーションさんありがとうございます。ありがとうございます。本当に小さいんですけど、はい、お値段なんと3000円ということで、そこそこします。まあまあまあ、 3D プリンターだからな。そうなんですね、 3D でしかもフィギュアということでね、はい、なかなかこれは体験できないことでして、個人でやってきたものとしては。そうだな、発売日がなんと、お、明日、おお、早い、6月22日月曜日から。詳しくは Twitter をチェックしてください。はい、よろしくお願いします。概要欄の URL は発売開始とともにこちら更新しますので。はい、あと最近はですね、はあ、毎週日曜の3時からデトロイトの生放送をしておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。ここはゲーム1時間制じゃないんですね。あ、そうですね、ここ滋賀県なんで香川県とは違います。ああ、そうだそうだ。はい、ということでお知らせは以上となります。あとみんなな、裁縫セットのカタログ、どれにするか決めたか、それ提出しろよ。明日までだからな、封筒にお金を入れて持ってこいよ。ドラゴンのやつとか後で後悔するからやめとけよ好きに選ばせろよ。恐竜のやつとかやめとけよ。あ、チャイムなりましたね。ということで本日の授業はここまでです。みんな気をつけて帰るように。先生ありがとうございました。 ありがとうございました。お気をつけて。はい、この機械で印刷するみたいですね。わー、すげえでけえなー。巨大 3D プリンター。はあ。お、え、上がね、上がポンポコで下がピーナッツくん。おー、すごいすごいすごい、すげえ。
え、これでできんの？おお。平面から行くんだね。ね、なんかこんな感じなんだ。足元から行くんだと思った。そう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 。あ、すごい、なんかクッキーみたい。うわあ、ピーキーじゃん。本当だ。あ、千枚ぐらい印刷するとピーキー。あ、でもなんか色ついてきてるよ。あ、ぽくなってきた、ぽくなってきた。あ、すげえ。やばいやばい。なんか気持ち悪い、気持ち悪い。なんか。アメーバ。アメーバ。ああああ。すごいすごい、だいぶ立体になってきた。お菓子みたいだね。誕生してきてる。おお。いやー。ブヨブヨじゃん。おお。すげえ、ピーナッツくんやっぱ。なんかベールに包まれてるじゃん。やばいよピーナッツ。グミっていうかなんか。すごい。いやいや、なんか気持ち悪い表現すんなよ。あーすごい、もう完全にコーティング色なんだろうこれ。光らせてくれてるのかな。おお。はい、できました。できました。かわいい。